私がこの水素風呂に出会ったのは約半年ほど前になります。アトピーでもう幼少の頃からすごくひどくて、悩んでいたんですが、会社の同僚に声をかけていただいて、すぐに機械をお借りすることができて、その日から、毎日使用させていただいたんですが、最初はちょっと汗がたくさん出るなっていう感じだったのですが、毎日入ることによって、徐々に、アトピーでひどかったところが改善していくんですが、その時の写真がこれが、右手の親指で、これが、今年の1月16日のに撮った写真です。で次が、これが3週間目に撮った写真です。で次がこれが、1ヶ月で、ここまで綺麗になりました。で次が、これが顔の右側半分なんですけども、一番ひどい時ではもうまつげが抜けるぐらいで、化粧も全くできず、マスクでも顔を隠していた状態でした。でこれが、1ヶ月目です。で次がこれ、2ヶ月で、顔の方もここまで治る、改善できました。でもう私自身びっくりしているんですが、周りの方の反響もすごくって、現在もいろんな病気で悩んでいる方、苦しんでいる方がたくさんおられると思うんですけども、一人でも多くの方々にこの水素風呂に入っていただいて、もう少しでも痛みや苦しみを和らげることができれば、本当に素晴らしいことだと思います。